マツダズームズームスタジアム広島には大観衆が詰めかけています。セリーグ公式戦、広島東洋カープ対阪神タイガースの16回戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか？まあやっぱり先制点でしょうね。どちらが先に主導権を握れるのか非常に重要になってきますよね。どちらのチームが先に点を取るんでしょうか？まずはカープの先発岡田がマツダスタジアムのマウンドに上がります。立ち上がりの配球なんですが、里崎さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか？まずその日のピッチャーの出来を早く把握して、いい球を中心に組み立てたいですよね。はい、キャッチャーがそのいい球引き出すことができるのか見ましょう。際どいコースに送ってストライク。2球目打ちました。この打球はフライになっています。西川が抑えています。ワンアウト。バッターは松永。昨日のゲームはホームランを含む猛打賞を記録しています。しっかり打点を上げていい働きしましたよね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。まずはワンアウトを取っています。初球空振りです。さてこの松永、バッターとしてはどういう特徴がありますか？どこに投げても大きいのを打たれそうな、投手からすると非常に嫌なバッターですね。なるほど、そうですか。引っ張った。これはどうだ？取った。アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。バッターは注目のルーキーバース。前回のゲームではホームラン2本を含む5安打の大活躍でした。打撃好調でしたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。ツーアウトランナーありません。打ちました。伸びていく。どうだ？入れば先制。入った。ホームラン。先制ホームランです。タイガース、これでシーズン本塁打記録を塗り替えました。真ん中に入ってしまった変化球、しっかりと引っ張られたあたりはフェンスを越えてしまいました。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。しかしまだ1点差。後続はしっかり立って反撃といきたいところ。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。まあタイミングが合ってましたからね。このホームランでピッチャーも目が覚めたんじゃないでしょうか。バッターは掛布。昨日のゲームでホームラン2本を含む5安打の大活躍でした。しっかり勝利に貢献しましたよね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。カープ初回から先制点を許す形となっています。里崎さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ立ち上がりやれてますから、ここから調子を上げていってほしいですよね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。打った。右中間に強い打球。これはどうか。右中間真ん中破りました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで10試合連続安打。ツーアウトランナー二塁。バッターボックスの八木、今シーズンの得点圏打率は5割5分7厘となっています。切れていきます。ファウル。体に近いところ。次が3球目。打ちました。いい当たりだ。伸びていく。どうだ。入れば貴重な。入った。ホームラン。ツーランホームラン。これで3試合連続のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。これはきつい一発ですよね。立ち上がりを攻められています。バッターは注目のルーキー木戸。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。カープ初回から相手打線に捕まっています。初球は何から入ってくるか。初球はボールになりました。スピードボールを持っています。打ちました。西川一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース2本のホームランが飛び出しました。3対0、タイガース先制です。2回の表
2回になります。7番から始まるタイガースの攻撃、バッターは江越。さてカープの先発は岡田。ここまで6試合に登板して0勝4敗という成績。前回の登板は6イニング投げて自責点3、負けがついています。ファウルになります。打った、レフトに大きな打球、フェンス直撃。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。さあ追加点のランナーを1塁に背負います。バッターは糸原。ここはエンドランを仕掛けて走ってきた。キャッチャー送球して盗塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあそうですね、走ってくるとは分かってたんですけどね。もう少し警戒しておきたかったですよね。やはり足の打ちました。セカンド取った、一塁へ、アウト、ワンアウト。さあバッターボックスには先発のプロプター入ります。さあ追加点のランナーを置いた場面です。初球打ち、打球はセンターへ。さあサードランナーはどうする。タッチアップ、サードランナースタートを切る。サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。犠牲フライを決めてきました。4対0、カープもうこれ以上点はやれません。打順は1番に帰ります。バッター真由美。初球ボール、いいボールですね。はい、変化球が決まっています。打った、大きな打球になった。レフトバックする、バック入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン。高めに浮いてしまった変化球、しっかり引っ張られるとファンの悲鳴の中フェンスを越えてしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。しっかり捉えて持っていきましたよね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、やはり長打は避けたいですから、高めを少し見せつつも要所は低めを攻めることになりますね。打ちました、高く上がった、センターが下がっていく、下がって入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。初球でした、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。カープ追加点を許します。6対0になりました。ここで一発を浴びてしまいました。打席には3番バッターバース。先ほどの打席で先制となるソロホームランを放っています。まあバッテリーとしては最悪な結果でしたよ。打ちました、ピッチャーが取る、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの里崎さん、大きく失点してしまいましたが、ここまでの投球ご覧になっていかがですか。そうですね、今日はストレートがあまり良くないですからね。まあこれが決まらないとちょっと苦しいピッチングになるかもしれませんね。そうですよね。引っ張った、弾き返した打球はライトへ、ライトが取りました。バッターボックスには5番八木。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、岡田、まずは先頭バッターを打ち取っています。アウトロー、見送ってボール。次のボールは甘くなったら手を出してくるでしょうね。はい、打ちました、いい当たりだ、レフトが追いかける、ぐんぐん打球入りました、ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。低めのボール、強引に打ち返された打球はスタンドまで運ばれてしまいました。カープ追加点を許します。7対0、ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックス木戸。初球空振りです。内へのボール外れました。三遊間、西川掴んでワンアウトランナー一塁です。バッターボックス江越。先ほどの打席でヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球打ち、
わずかに左に切れました。ファールボール。引っ張った、サード取った、一塁へ、アウト、ツーアウト。打順は8番糸原。まあカープとしては序盤からこの点差ですから、もう1点もやれないですよ。なるほど、そうですね。ファウルになります。バッターの糸原、今シーズン得点圏での打率は6割。引っ張った、セカンドゴロ。菊池、一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。7対。これから4回タイガースの攻撃です。先発のフロクターバッターボックスに入ります。ここはできればサクッと片付けたいですね。そうですね。インサイド決まっています。引っ張った、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。ここはゴロを打たせたいですよね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。引っ張った、弾き返した打球はレフトへ。ここは打ち上げています。レフト掴んでワンアウト。打席には2番バッター松永、先ほどの打席でソロホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、高めのボール打ちました。打球はライトへ。ここはフライになっています。ライトが取りました。2アウトです。バッターボックスには3番バース、今日はホームランを放っています。2アウトになっています。打ちました、取った、一塁送球、一塁アウト、3アウトです。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。7対4、タイガースがリードしています。里崎さん、ここはもうしっかりとしたピッチングをしないといけませんね。そうですね、まあ、とにかく打線の援護を待つためにもここはしっかりしたピッチングで0点に抑えたいですね。そうですね、守りから攻撃のリズムを作りたいところです。3球目打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった、これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ここはボール球を振らせたいですよね。なるほど、さあどう来るか。3球目は何で来るか。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。バッターは6番木戸、先ほどの打席は内野安打でした。ワンアウトランナー1塁です。さて今日のカープの先発は打ち込まれて交代した岡田、今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。内へ持ってきましたが外れました。このランナーをどう生かしてくるんでしょうか。気になる攻撃です。真ん中打ちました、ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターは7番江越、今日は盗塁が1つあります。2アウトになっています。ここは甘い球は禁物ですね。フルスイングしてくる感じですからね。2球目打ちました、菊池が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。6回の表、マツダズームズームスタジアム広島からお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。タイガースの攻撃、バッターボックスは8番糸原、真ん中打ちました、一塁ファールフライ、ファールグラウンドへのフライです。バティスタ抑えてワンアウト。ピッチャーに打順が回って先発のフロクターバッターボックスです。点も取られてますし変えても良かったと思いますね。そうですね。インコースへの変化球、ストライクです。3球目外れました、外れていきます。コーナーをつきます。フルカウントです。さあ6球目は何か。インサイド落ちました、これはどうか。ショート取った、2アウトになりました。打順はトップに帰って真由美、今日はホームランを放っています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここ打ちました、西川、これでマルチヒット。2アウトランナー1塁、2番バッター松永、今日はホームランを放っています。
先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね、ここは慎重に行くべきでしょうね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。痛いですよね。ここは得点圏に進めたくなかったですよね。打った、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。ライト前へのタイムリーヒット、8対4、カープもうこれ以上点はやれません。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。点が入りました。リードを広げられています。3番バッターバース、さあまず1球目、ファーストランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功です。もう少し警戒しておきたかったですよね。やはり打ちました、取った、一塁送球します。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。8対これから7回。里崎さん、リードを許して終盤に差し掛かってきたわけですが、残り3回もう1点もやれない状況ですよね。そうですね。まあここからは1点が非常に重要になってきますから、とにかく残りのイニングをしっかり抑えてもらいたいですよね。そうですね。終盤のイニング抑えられるか注目です。危ない球です。これが3球目、ボールになります。打ちました、ファウルになります。これが5球目、打ちました、右中間に落ちました。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー1塁です。5番バッター八木、今日は2本のホームランを放っています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。引っ張った、サード取った、二塁は無理、一塁送球アウト、ワンアウトです。さあカープ、得点圏にランナーを背負った場面です。この回で追加点を取られると難しくなってきますんで、この場面のピッチングが大事ですね。うん、そうですよね。まあただ相手がチャンスによく打つバッターですから、ここは配球には気をつけていきたいですね。はい、さあここはしっかり抑えたいところ。やはりランナーがいると初球も慎重になりますね。なるほど、そうですね。2球目打ちました、大きな打球になった、レフト下がっていく、そのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。これがチーム6本目のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。その際一気に6点と突き放されました。ご覧いただきましょう。この場面でホームランを打たれ点差を広げられます。この追加点は正直厳しいですよね。残されたイニングはあとわずか、決定的な追加点になるかもしれません。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、選球眼のあるバッターなんでね、不利なカウントにはならないようにしたいですよね。なるほど、ではバッテリーの組み立てに注目ですね。豪快なスイングは空振りになります。わずかに入りません。さあ3球目は何か、インコースを落としました。低め外れました。インサイド落ちました。これはどうだ、堀江、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。10対4、タイガースのリード広がっています。さあそしてここからはラッキーセブン、これから8回タイガースの攻撃です。そしてカープは8回の表、これから8回
この回ピッチャーからの打順でしたが、タイガースは代打を送ります。バッターボックスには代打のアリアス。カープ厳しい展開で8回を迎えました。さあ里崎さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。まあそうですね、気持ちを切らすことなくいってほしいですね。まだまだ諦めないためにもここはきっちりゼロで抑えなくてはなりません。スライダーが決まります。ノーボールツーストライクです。低め見送っています。ボールになります。さあ決め球を思い切って投げ込みたいですね。なるほど、さあ何を選択してくる。インサイド落ちました。ヒットになった。これがチーム15本目のヒット。ノーアウトランナー1塁です。ここでタイガースダイソーを送ります。新庄ファーストランナーに入ります。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですよね、存在感が大きいバッターではありますけど、特に意識する必要はないですよね。なるほど、そうですか。もう一球牽制球、一塁はセーフ。これが1球目、打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。センターが取りました。さあバッターは松永。ここで安打が出ればシーズン200本安打に達成します。走ってきた、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功。まあここは点差が開いてるんでね、バッターを後ろことに集中したいですね。なるほど、そうですか。バッターボックスの松永、今シーズンの得点圏打率は6。ドカーンと大きな当たりです。高く上がった、突き刺さった、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスは3番バース。ファウルになります。いやー甘いボールでヒヤッとしましたけど助かりましたね。はい、そうですね、ここはバッターが狙いを絞ってくるでしょうね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。しっかり捉えた、伸びていく。ここは打ち上げています。4球目打っていきましたがセンター掴んで2アウト。打順は4番掛布。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。いい当たり、ライト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで9試合連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、13対4。主砲の一振りでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスは5番八木。打った、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、突き刺さった、ソロホームランが出ました。このホームランでシーズン最多打点記録に並びました。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。14対4。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。打席には6番バッター木戸。タイガースこの回7人目のバッターになります。最初は変化球持ってきました。ストライクです。低めはボール。インコース決まった。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました、浅いフライ、ヒットになった。これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。さあバッターは江越。この打席でホームランを放てば今シーズン10本。引っ張った、これはどうか、取った、一塁を送ります。これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー二塁一塁。8番バッター糸原。まあカープとしてはリードされて厳しい状況ですけど、ここをしっかり抑えて諦めない姿勢を見せないといけませんね。はい、さあどういうピッチ。バッターボックスには代打のオマリー。里崎さん、この場面で変えてきましたね。まあ相手は完全に突き放しにかかってますから、なんとか跳ね返したいところですよね。そうですね、
さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。インサイド落ちました。切れました、ファールボール。これが2球目。高めのボール、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。15対4カープ、なおも三塁一塁。カープピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは、さあマウンドに上がったのは薮田。今シーズン8試合目の登板です。切りました、ファールボールです。さあ2球目は何か。打ちました、セカンド取った、一塁へ。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。さあ里崎さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。まあ最後まで諦めないためにもここはしっかり抑えないといけませんよ。そうですね、いい形で攻撃につなげたいところです。打った、下がっていく、下がっていく、ぐんぐんレフトポール際、判定はファウル。低めに外れてボール。次は勝負ですね。決め球をいいところに投げれるかどうかですね。なるほど、そうですか。打ちました、さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか、レフトが取りました、ワンアウトです。2番バッター松永、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、まずはワンアウトを取っています。初球打ち、ヒットになった。これで3打席連続のヒット。ワンアウトランナー1塁となりました。バッターボックスバース、今日はホームランを放っています。ランナースタート、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。まあこの点差ですからね、ランナーよりもバッターですよね。来たー、ライト見上げるだけ、入ったー、バースツーランホームラン。これが今日2本目のホームラン。低めのボール、前でしっかり捉えられた打球はスタンドまで届いてしまいました。カープ追加点を許します。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。バッターボックスは4番掛布、先ほどの打席でソロホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、引っ張った、ファーストゴロ、ファウルになります。高めのボール、ライトへ打球伸びる、この打球はフライになっています。ライト掴んで2アウト。次はピッチャーの打順ですが、8回から登板の島本がそのままバッターボックスに入ります。まあ点差に余裕もあるし、このまま最後まで頑張って投げてくれということでこの打席でしょうね。そうですね、はい、バッターボックスには代打の亀山、ツーアウトになっています。バッターは亀山、背番号00。ファウルになります。打ちました、痛烈、切れました、ファールボール。これが4球目。変化球空振り、3アウトチェンジ。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。残念ながらカープ敗れてしまいました。これぐらい一方的な負けの方が諦めがついて気持ちの切り替えが早いかもしれません。ただ非常に反省点が多い内容でもありましたので、この負けをぜひ次に生かしてほしいと思います。勝ったタイガース大量点を取って大勝ということになりました。一方のカープですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはカープ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、
里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでマツダズームズームスタジアム広島から失礼いたします。マツダズームズームスタジアム広島には大観衆が詰めかけています。セリーグ公式戦広島東洋カープ対阪神タイガースの17回戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？まあ、1、2番の出塁ですかね。そこをどう抑えていくのか。おそらく序盤はこのゲームのポイントになるでしょうね。なるほど。まずはカープの先発、ケムナがマツダスタジアムのマウンドに上がります。相手がルーキーですから、当然負けるわけにはいかないというプライドがあるでしょう。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね。まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ楽しみに見たいと思いますね。そうですね。そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。体に近いところ。ボールになります。打ちました。痛烈な打球、伸びていく、どうだ、入った、ホームラン、先制ホームランです。タイガース、カープ初回いきなり先制弾を浴びました。カープ先制を許します。1対0。
ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところ。まあタイミングが合ってましたからね。いきなりの先頭バッターホームランで先制点を奪われました。さあバッターは江越。この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。初球ストライク、打ちました。これはどうだ、菊池アウト、ワンアウト。このバース、ここのところ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。文句なしの活躍ですね。なるほど、ここはその好調さを見せたいところ。切りました、ファールボールです。いやー打ち損じてくれて助かりましたよね。そうですね。打った、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これでシーズン本塁打記録を更新しました。真ん中に入ってしまった変化球、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。クリーンナップに一発を浴びてしまいました。ご覧いただきましょう、スタンドまで運ばれてしまいましたホームランです。完璧に捉えてましたからね。立ち上がりを攻められています。バッターは掛布、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。カープ初回から相手打線に捕まっています。里崎さん、不安の残る立ち上がりとなっていますよね。まあそうですね、ここから修正が必要な内容となってますよね。そうですよね、ここからはきっちりと抑えたい。2球目打ちました。ここは打ち上げています。掴んで2アウトです。バッターは注目のルーキー八木、前回のゲームは3本のホームランを放っています。まあしかしホームランの片目打ちっていうのも珍しいですよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。2アウトになっています。改めてお聞きします、バッターボックスの八木、どういうバッターなんでしょうか。いやもう天性のアーティストと言ってもいいんじゃないですか。なるほど、そうですか。2ボール1ストライクです。低めの変化球です。さあ5球目は何か、痛烈な打球、スタンド一直線、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。ご覧いただきましょう、スタンドまで運ばれてしまいました。この後の投球に影響が出てしまうんでしょうか。完璧に捉えてましたからね。立ち上がりを攻められています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ強打者のイメージがね強いんですけど、逃げずに強気のピッチングでいきたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。あっとデッドボールだ、当たってしまいました。完全にすっぽ抜けです。バッターは日戸、前回のゲームでマルチアンダーを記録しています。デッドボールのランナーが出ています。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、走塁成功です。この場面で盗塁を決められてしまいました。痛いですよね、ここは得点圏に進めたくなかったですよね。2球目打ちました、ここはフライになっています。取って3アウトです。しかしこの回タイガース3本のホームランが飛び出しました。3対0、タイガース先制です。2回表に入ります。タイガースの攻撃、打順は8番糸原、今シーズンここまでホームランは1本。さてカープの先発はケムナ、今日が20試合目の登板です。初球打ち、この当たりはどうか、センターライナー、掴んでまずワンアウトです。次はピッチャーの打順ですが、先発の前川、打席に入ります。ここはちょっと注意したいですね、意外とバッティングいいですからね。そうですね。打ちました、これはショートライナー、
打順は1番に帰ります。バッター近本。ここはチェンジアップですよね。さっき打たれたボールをどう使うかですよね。なるほど。この打打ちました。これはどうか。この打球は落ちそうだ。右中間を深々と破るヒットになりました。打ったバッターセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは三塁まで進みました。これでマルチヒット。2アウトランナー三塁。ここはうまく弾き返されてスリーベースヒットになっています。まあこれはいいバッティングされましたね。さあそしてバッターボックスには江越が入ります。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。まだ序盤ですがあまり離されると厳しくなります。打った。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてボールはそのままフェンスに直撃。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。4対0カープ。もうこれ以上点はやれません。抑えたかったんですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。ここからの追加点は避けないといけないでしょうね。ええ、まあそして勝負強いバッターが相手ですから甘いコースは特に禁物ですね。ええ、その警戒すべきバース打席に入っています。これが初球。やはりこういう場面では安易にストライクから入れませんよね。ああやはりそうですか。2球目打ちました。この打球はフライになっています。西川が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。4対0タイガースのリード広がっています。里崎さん、大きく失点してしまいましたがここまでの投球ご覧になっていかがですか。そうですね、今日はストレートがあまり良くない。打った。高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。伸び入った。ソロホームランが出ました。これで10試合連続のホームラン。初球でした。打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。相手主砲の一振りでした。その際一気に5点と突き放されました。ご覧いただきましょう。スタンドまで運ばれてしまいましたホームランです。完璧に捉えてましたからね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。バッターボックス八木、先ほどの打席でソロホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい。打った。これもいったか。大きな打球になった。入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られたあたりはフェンスを越えてしまいました。カープ追加点を許します。6対0になりました。十分警戒はしていたはずですがここで一発を浴びてしまいました。打順は6番真由美。先ほどの打席はデッドボールでした。引っ張った。メヒア。これはサードのエラーです。ノーアウトランナー二塁です。記録はエラーということになりました。打席には7番バッター木戸。まあカープバッテリーとしてはもう1点もやれない状況ですからね、しっかり抑えて反撃を待ちたいですね。インサイド落ちました。センターセカンドランナータッチアップ。三塁はセーフ。バッターボックスは8番糸原。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。さっきはアウトになりましたけどいい当たり飛ばしましたからね。ここは慎重にいった方がいいでしょうね。なるほど。2球目打ちました。センターに抜けました。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前のタイムリーヒット。7対0カープ。もうこれ以上点はやれません。バッターは前川。ファウルになります。これもファウル。次が3球目。アウトロー外れます。打った。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。カープピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。打順はトップに帰って近本。今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。
そろそろ抑えておかないと手がつけられなくなりそうな気がしますね。そうですね。タイガースこの回7人目のバッターになります。打ちました。このチャンス打ち上げてしまいました。ここは打ち上げています。インフィールドフライで2アウト。バッターボックスは2番江越。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。ツーアウトになっています。ファウルになります。バッターの江越、今シーズン得点圏での打率は5割6分となっています。打ちました。ヒットになった。三塁を回っていく。今日もマルチヒット。ツーアウト満塁です。バッターは3番バース。今日はホームランを放っています。ヒットで満塁としています。初球打ち、さあどうだ、この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナーもホームイン。三塁タッチはアウト。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。10対0、タイガースのリード広がっています。これから4回タイガースの攻撃です。一方カープはピッチャーが変わります。堀江が2番手としてコールされています。さあマウンドを任されたのは堀江、今シーズン9試合目の登板です。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあそうですよね、任された。打ちました。打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球入った。ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。11対0。主砲の一振りでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターは5番八木。先ほどの打席でソロホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、今日はバッティング絶好調。3打席連続のホームランとなるでしょうか。里崎さん、本当に怖いバッターですよね。今日当たってますからね、組み立ては十分注意すべきでしょうね。さあどんなピッチングを見せてくれるか。ジャストミート、これは大きい、伸びていく、ヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー2塁です。打ちました。ショート取った。一塁送球アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですよね、存在感が大きいバッターではありますけど、特に打った、左中間に強い打球、この当たりはどうか、まんまん中左中間破っていきました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、12対0。カープもうこれ以上点はやれません。バッターボックス糸原、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、今度はしっかり抑えておかない。2球目打ちました。ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。13対0。カープなおもピンチです。さあ打席には先発の前川入っています。まあ勝ち投手の権利もありますし、ここは行くでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。バックホームする。これでマルチヒット。ランナー三塁一塁となりました。打順は1番に帰ります。バッター近本、今日はホームランを放っています。初球打ち、ライトが下がっていく、頭上ぐん入りました。ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。これが今日2本目のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。カープ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。カープピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の中村。さあマウンドに上がったのは中村、今シーズン10試合目の登板です。
三塁線ファウルになります。打ちました。レフト下がっていく下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。打順は3番バース。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。3球目は何で来るか。しっかり捉えた。伸びていく。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー二塁となりました。抜けたような感じになりました。大きく外れます。インサイド打ち上げました。弾き返した打球はライトへ。ライトが取りました。ツーアウトです。さあバッターは八木。ここで打点を挙げればシーズン最多打点記録に並びます。初球打ち高く上がった。頭上ぐん入った。ホームラン。ツーランホームラン。このホームランで打点王争いの単独トップに立ちました。初球でした。思い切り引っ張られた打球は特大アーチとなりました。カープ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスには6番真由美。今日は盗塁を1つ成功させています。初球ボール打ちました。これは浅いフライ。ヒットになりました。真由美、これが今日の初ヒット。ツーアウトランナー1塁。打順は7番木戸。先ほどの打席でタイムリーツーベース走ってきた。キャッチャー送球して盗塁成功。まあここは点差が開いてるんでね、バッターを後ろことに集中したいですね。なるほど、そうですか。バッターボックスの木戸、今シーズンの得点圏打率は4割8分7厘となっています。膝元へのシンカーはボールになります。スリーボールになりました。打ちました。いい打球だ。レフトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びて入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これがチーム10本目のホームラン。低めのボール、前でしっかり捉えられた打球はスタンドまで届いてしまいました。カープ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。カープピッチャーが変わります。左バッターが続く場面でコールされたのは田中。さあマウンドを任されたのは田中。今シーズン7試合目の登板です。初球打ち菊池抑えてスリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガースホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。里崎さん、ここでこれ以上離されるといよいよ逆転が難しくなってくると思うんですが、いかがですか。まあそうですね、悪い流れを断ち切りたいですから、このイニングは絶対にゼロで抑えたいですよね。そうですね、ゼロに抑えられるか注目です。これが3球目。一塁線バティスタ取ってワンアウトです。打順はトップに帰って近本。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、田中まずは先頭バッターを打ち取っています。さて今日のカープの先発は打ち込まれて交代したケムナ。今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。これで3試合連続安打。ワンアウトランナー二塁となりました。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベース。真ん中打ちました。ライン際に打球が飛んでいる。わずかに左に切れました。ファールボール。ドカーン大きな当たりです。打った瞬間入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。
打席には3番バッターバース。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。初球空振りです。打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターの掛布、ここ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。何よりホームランが打ててるっていうのが好調の証ですよね。なるほど、そうですか。さあここは好調さを発揮できるでしょうか。変化球タイミング合いません。さあ3球目は何か。この低いボールは外れます。あっとデッドボールだ、当たってしまいました。完全にすっぽ抜けです。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。打席には5番バッター八木。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、デッドボールのランナーが出ています。落ちるボール、ノーボールツーストライク。次が3球目。3球目見送っています。ボール。さあ勝負してくるのか。打ちました。西川セカンド送球、二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。マツダズームズームスタジアム広島からお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。タイガースの攻撃、6番バッター真由美。さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね。ええ、まあタイミングが合ってるようなんで、ここは注意が必要ですよね。そうですね。カープ厳しい展開で6回を迎えています。さあ里崎さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。まあ点差はありますけどね、気持ちを切らさずにしっかり抑えていきたいですね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。ファウルになります。インコース変化球決まりません。アウトコース空振りです。ツーボールツーストライクです。打ちました。これは大きい、伸びていく、外野へ、まだ伸びている。これはセンターの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3安打猛打賞。ワンアウト。打席には8番バッター糸原。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを二塁に置いています。バッターの糸原、今シーズン得点圏での打率は6割7分3厘となっています。切れました、ファールボール。またファウル。打ちました。ボールを拾って一塁送球。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー二塁一塁。初球変化球にタイミングが合いませんでした。ボール。打ちました。このチャンス打ち上げてしまいました。ここはフライになっています。インフィールドフライで2アウト。現在のカープピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手のレグナルト。今日はバッティング絶好調。この打席でヒットが出ればサイクル安打達成となります。いやー、あと残りがシングルヒットなんで、これは可能性が高いですよ。そうですか。さあこの場面でサイクルヒット達成。2球目打ちました。取った。一塁送球します。これで3打席連続のヒット。2アウト満塁です。今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。ファウルになります。さあ4球目は何か。インコース高めの変化球、これは手が出ません。さあ2ストライク追い込みました。さあこれで決まるのか。打ちました。レフトバックする、バックする、レフト深いところ破っていきました。サードランナーホームイン。セカンドランナースタートを切っていましたので、悠々と今ホームイン。タイガースが突き放します。レフトオーバーのタイムリーヒット。
カープなおも三塁二塁のピンチです。バッターボックスには3番バース、先ほどの打席でソロホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、痛烈、これはスタンドへ入りそうです。切りました、ファールボールです。